おはようさん、です株さん。9月14日はコスモスの日だそうです。コスモスの計算国はメキシコだそうです。うん、意外ですね。あとコスモスの語源はギリシャ語から来ているそうです。今の株さんにぴったりですね。ベルギーとかギリシャにもコスモスは建てますかえっとね、今のところコスモス見てないかもしれない。あのベルギーにはあ、ありますね、確か。 確かあったと思います。あのうんえー、そして月の話ですけど、えー、月が毎年3センチずつ地球から遠ざかっているんですよ、うんえー。このまま遠ざかり続けると、ずっと先の未来には一日の長さは変わるらしいです。あと月があるおかげで地球は安定しているそうで、月がなかったら地球は一日8時間回って、すごい風が吹いて天気は荒れまくるみたいです。月はありがたいですね。まさしくその通りなんですよ。 うん、あとね、潮石、潮の満ち引きがなくなっちゃうということなんで、えー、生態系も大きく変わっていきます。まあ、かなり遠くの先なんですが、まあ、太陽が膨張するのと、月が遠ざかる話は非常にこう大事で、えー、とても、えー、全てがつながってますからね、非常にこれ大事な話なんですよ。うんえー、そして、りーちゃんのゴルフ島では、何か宗教っぽい山小屋がみたいなものがありましたけど、何か感じましたか よくああいう島には昔からの言い伝えがあるみたい、あったりしますね。あと、イグノーベル賞はずっと日本に取り続けてほしいですね。いやーでも昨日はちょっとね、歩きながら爆走しちゃいましたからね、お尻で呼吸できる人なんて <laughs>、呼吸できる動物ですね。ねえ。まあ、日本人、ねうん。 日本人のイグノーベルでしょうね。つぼりの、あ、ようさん、おはこんです。つぼりのかぶくん、おしりの呼吸、笑い声で楽しい気持ちになりました。え、今朝は寒かったと、12度でした。日中も23度くらいで水位しそうです。庭いじりは最高の天気です。え、春の休訓も、 揺れられて始めましたと。庭いじりは冬をすっ飛ばして春に向かうスタートです。しかし、カメムシカメムシうじゃうじゃ、うこれは振り払うしかできない。何か追い払う方法がないですかねなぜか家にもいました。平和ボケをした話でごめんねと。え、せばね、なんか薬剤以外の追い出し方法があったら教えてください。カメムシ今年ね、大発生してますね。多分ね、それね、あの家に入ってきてるやつは冬越しの準備をしてるやつだと思います。おそらく。 いやー、ちょっと僕もね、カミムシの、でもね、日本のカミムシ臭いんですけど、ベルギーのカミムシ臭く、臭くないんですよね。なんだろうね。ちょっと、あの、誰か知ってる方言えますかね。ねえ。いやでも、本州はああの気温が高いんですが、北海道には寒気が入りやすくなってるんで、まあ、多分北海道の、まあ春夏、春冬かなっていう気がしますね。うん。なんとなくね。 はい。ええー、サラカレさん、おはようさんです。今朝は曇っています。本日はコスモスの日です。そう。で、ベルギーとかゲリシャに今、ゲリシャにはコスモス今んとこないですね。ベルギーには確かあったような気がするんですけどね。ちょっと今度確認してみたいと思います。うん。 えー、レモンミカンさん、おはようございます。今日も朝から2つ勉強しました。もう新聞が出てきますが、米不足は農水省が減反をやめましたと言っていますが、言葉を変えたり誤爆したり減反をし続けていると、えー、環境破壊になっています。供給を絞っているのはお米の価格を維持したいからですね。 お米を作っている農家は平年並みの収穫量で以前よりも3倍は収穫ができているということです。今回、設けたのは中間業者である年収の壁を取り払います小泉新次郎総裁候補、106万円の年収を超えるとアルバイトもパートも厚生年金も加入しなければならないが、それ以下の年収でも全員加入をしてもらいますということです当然企業もも負担をしてもらいます。 財務省。ということだが、高橋陽一の研究チャンネルより、はやめりゃ緑ねえとお父様の元総理が言ってましたね。<laughs> ねお父さんはね、ちょっと、息子がなるのは反対なの、反対というかね。これって何小泉進次郎さんが何人気がやっぱあるの。もしかすると。ってことは、小泉進次郎がなりやすいってことちょっと気になりますね。はい、えー。結末は怒りということですね。うん。